んよ。あ、今バイト終わった。お疲れ様お疲れ様。あ、もうじきショールームしてくれるかもと思ったら正直でテンション上がったわ。だってあれでしょ、いつもより早めで、いつもより早めでいい感じでしょ。ハッピーハッピーハッピー。こんばんは。あ、久しぶりに話せるの楽しみ、嬉しい。ちょっと待って、テロップ書こうっと。トークポート、みんなトークポート申し込み待ってるね。うわ、長いって言われた。特報にするか。出るねー。イエイ。え、やると思って起きてたよ。だってありがとうありがとう、本当に。待って、ギフトが全然読めていなかったわ。あ、トークポート申し込みましたぜ。え、そう、嬉しい。なんかさ、こっちの画面だとさ、すごいなんか誰がどの枠買ったかみたいな一応確認できるんだけどさ、すごい、わあ知ってる名前だーってなるうわあ知ってる名前じゃーん、イエーイってなる。ありがとう、ありがとうございます。すごい、あのみんな、うん、どう考えても急なあれなのにどう考えてもショールームでチラチラ言ってはいたけど、3日後とかなんやねんっていうね。昨日発表して3日後とはって感じだと思うんだけど、ありがとうありがとう。あ、なんか話せるの嬉しい、楽しみだって。ありがとう。気合を入れてメイクしたいと思います気合を入れてメイク頑張るぞ。天野さんがなんか何かをくれた、スペースシャトルみたいなやつくれた、ありがとう。福は内もありがとう。新蘭万象さんもありがとう。ひでちゃんお庭外ありがとう。山ピーハートありがとう。しばけんちゃんピーナッツありがとう。シャチさんも福内ありがとう。ミスターシャコジレさんもいっぱいありがとう。カイくんもクマありがとう。あ、お久しぶりです。だってお久しぶり、お久しぶり。あ、こんばんは。あ、かかしさんもピーナッツありがとう。あ、トークポートゲットできました、嬉しい。あ、3日お休みなので申し込みました、ありがとうありがとうございます。あ、5分枠増やしてた漏れ。いや、そう、なんか5分枠っていうかあれなんだよね、後半の方のさ、2分3分5分のやつも完売したんです。ありがとうありがとうございます。あ、山ちゃんも福内ありがとうございます。よりんごちゃんとオーケーさんもピナッツありがとう。そう、なんかありがとうございます。こんなに売れると思ってなくて結構喜んでます。あ、おめえだってありがとうありがとう。あ、夜の枠あるのありがたい、仕事終わり滑り越えます。そう、夕方より夜の方が売れてて、土日とかでも意外とあれなのかもと思って、夜遅めの、遅めのっていうかさ、8時スタートとかの方が意外とみんないいのかなーとか思って。あ、そう、長めの枠、そう、ありがとうございます。え、でもびっくり、あ、もう完売。いや、まだ残ってるんです。初めのでももう1分枠と2分枠しか残ってないけど、残ってないんです。プッチーニさんがだるまくれた、ありがとうありがとうございます。そう、長い枠からっていうか、ありがとうございます。なんかなんとなく思ったのは、多分1分枠はきっと1日に30分か40分とかだけで
いいのかなと思った。なんとなくね、まだ やってみてないからあれだけど、1分枠はもしかしたらこんなにいらなかったのかもと思ったが、でもびっくりよ、あのさ5分枠さ、8枠だけしかなくて、多分そこ狙ってくれた方も多いかなと思うんだけどさ、あの何12月とさ1月とイベントやったじゃないですかっていうか、あもう2月なんですね、びっくり2月なんですね、え、そう、あのなんだっけ、12月とさ、あの 1月とイベントやったじゃん、でそえどっちにも来てなかった人がさ5分枠買ってたりしてさ、え生きてるみたいなえ生きてるみたいな、えショールームでもそんな最近もう名前見てないけど生きてるみたいな人が、あの5分枠のとこに名前があってびっくりしちゃいました。いやでも私ちょっと明日いろいろ買わないといけないかも、いろいろ買わないといけないかもっていうか、有線の、いやあのさタブレットでやろうと思ってるんだけど、あの充電のさ、このタイプ C させるのが1個しかないの。だからでも充電しつつイヤホンもさせないといけないから、あのなんだっけ、なんかね AKB のお話し会の時はあの何簡単に言うと、あ、簡単な延長コードとはまた違うんだけどさ、なんかこういろんな種類のやつさせるやつあるじゃない、あれが刺さってて充電もしつつ、なんか他の多分電波とかのなんか Wi-Fi のコードとかも刺さりつつみたいな、で上にイヤホンジャック周りみたいな感じでやってたんだけど、だから私もそれを買わないと、その充電器もさせてでイヤホンジャックもさせますみたいなやつをちょっと買いに行きたい。売ってんのかな売ってんのかな、わかんないけど、電気屋さんに行って、いやこれこういうのが欲しくてみたいなの言ったらいいのかないいのかな、もしかして。え、その手のそこら辺の量販店だと売ってる、マジそんなことある。あ、まあそっか、困った時の秋葉のヨドバシだよね困った時の秋葉ヨドバシだよね。ヤナさんバラありがとう。あ、ピウスさんもバラありがとう。さゆちゃんもだるまとハートありがとう。ちょっと待って、アマゾンで検索してみよう。ああいうのってなんて検索したら、え、みんなそれの名前わかるわかる、なんとかアダプターみたいな感じかな。タイプ C のイヤホンもさせるやつこれイヤホン変換アダプター、これが欲しいのよ。え、出てきたわ、わかりやす、そう、これが欲しいんだよ。わっ、みんなに見せたいよ、みんなに見せたいよこの写真を。よし、じゃあこれを明日秋葉のヨドバシに買いに行こう。いや別にわざわざ秋葉のヨドバシに行かなくていいんだけど、あ、でもこっちのなんかちっちゃいやつもいいな。わあ、いいね、二股に分かれてるやつもあるのね、いいね。何でも売ってるんだな。でもそう、充電とそのイヤホンがさせれば私はもうそれで、ま、満足なんですわ。だけどあれ、これ、いやちょっと待って、私このイヤホンって、いやこのイヤホンって絶対マイク使えないよね。あれ、私
ユース、あれマイク付きの、待って私マイク付きのイヤホンも買わないといけないのかもしれないマイク付き、マイク付きのイヤホンも買わないといけないのかもしれません。善次郎さん、レイモスターありがとう。いや、あれ私マイク付きの、いやないかも。これだ、いやこれは、いや違うんだよね、違うんだよね。少々お待ち、ちょっと私、ちょっと待って、これじゃなくて、これじゃなくて、これじゃなくて、あ、ありがとうございます、よろしく。あ、善次郎さん、お庭外ありがとう。あ、そう、トークポート有線イヤホン使ってなかったんですが、買った方がいいですか。いや、有線じゃなくてもマイク付きだったら大丈夫だと思います。でもそう、トークポートもマイク付きイヤホンが推奨みたいなので、なので準備してもらえた方が安心かも。え、マイクなしの普通のイヤホンでやってるよ。だってなんなら相手イヤホンすらしてないし。だってへえ、マイクなしのイヤホンさして、あ、音をイヤホンで聞いて、じゃあマイクは本体で拾ってくれてるってことか。え、そう、多分ワンチャンエアポッツとかでもいけるのでは、いけるのでは。でもわかんない、その端末との相性があるから、無理だったらっていうか、その有線の方が確実っていうことだよね、きっと。私は有線で挑みたいと思います。なぜなら AKB 時代は有線だったから。アリケンさん、福内ありがとう、ありがとう。ドキ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 。あ、とりあえず一枠目 AirPods つけてみる。あ、そう、多分みんな結構そんな感じでいいと思う。なんかこの枠をお試しでみたいなこの枠は AirPods にしてみて、この枠はあのイヤホンなしで、この枠はあの有線のやつでとかみたいな、そんな感じで、そんな感じであのやってもいいと思います。相手の声が聞こえないとか聞き取りにくいのは致命的だから、イヤホンは推奨だって。だってみんなイヤホンはあった方がいいかもね。新しいことドキドキしますね。え、でもなんかもうさ、もうさっていうかさ、ちょっと待って、トークポート、いやこれトークポートね、なんかね、アプリの画面とさ、アプリの画面とね、端末、ウェブから見れる画面とね、違うんすよね。それがちょっと、あれだなって感じなんだけど。え、ちょっと待って。AKB、え、すごい、え、音するんだ。誰々が予約を行いました、だってそんな通知来るんだ。今アプリ開いてるんだけど、すごい可愛い音がしたわ。ありがとう、予約、今予約してくれた人、通知来たよ、ありがとう。トークルームへのボタンは最新のトークのみ表示されますって。あ、だからこれ私が一回一回このトークルームへってやつをポチって押せばいいってこと。面白いね。え、これ一回、じゃ今さ、今この一番初めの枠、今一番初めの枠さ、もうトークルーム入れるらしいんだけどさ、これね、トークルーム入ったら、え、ね、みんなちょっと怖い、皆さんとっても怖い
画面を見つけてしまいました。すごい、このさ名前のさ、わかんない、みんなの画面がさ、みんなの画面がさ、どういう画面かわからないんだけど、こちら側の画面さ、この今誰が何の枠を買ったか、誰が何の枠を買ったかっていうのがあのわかるんですけど、この名前の横にこの点点点があってさ、何かなと思ってポチって押したら、ブラックリストって書いてあった。怖すぎでしょ。ブラックリストキャンセル。そういうこと？だからこの配信者側が、あ、じゃあこの人あんま話したくないんだよなとか思ったら、もう一発でポチってポチってやったら一瞬でブラックリスト入りできるということ。怖っ。え、このシステム怖すぎでしょ。え、これ何でも これさ、本当に結構さ、なんか本当に押し間違いで全然なっちゃいそうな感じなんだけど、こんな、なんかこんなところに置いとかないでよ。こんなところに置いとかないでよ。激ヤバボタンだね。激ヤバボタンだね。面白い。あ、すごい。あ、トークルームに入るみたいな。トークルームへってポチって、今一番初めの枠押してみたら、あの、通話開始まで1日と15時間って書いてあった。で、入室するっていうのがあった。面白い。すごい、あの、みんなさ、みんな、あ、そうそう、ショールームの、そう、通報ボタンみたいな感じ。そんな感じ。こう、なんか、ショールームさ、長押ししたらなんか出てくるじゃん。それみたいな感じ。普通にポチって押したら、ブラックリストに入れられるらしいよ。怖い。あ、それは自分も見ました。入室する、あ、だからみんなは入室だから、時間が近くなったら入室して待ってたら、あの、急に繋がるってことだ。時間になったらってことだ。すごい。あ、じゃあ私が入室するってなったら繋がるってことね。理解。え、おもろいな。で、そのみんな、あ、誰々さんがトークの予約を行いました、ありがとう。ありがとう。このみんな、あの、私が急にあのトークポッドやるよって言ったから、このアイコンが灰色のままの人がいっぱいいて、ありがとう、みんな本当にありがとうございます。でもあれだ、この前撮ったツーショットとかをさ、あの、アイコンにしてくれる人もいて嬉しい。あれだ、あの、キョングルミ買ってくれた人はさ、スマホでツーショット撮れたから嬉しい。そう、私と撮ったツーショットをサムネにしてくれる人もいて、ありがとう、嬉しい。あ、で、私がさっき何を言おうと思ったかっていうと、あ、そう、アイコン見れる、アイコンとお名前が見れます、ありがとう。みんな、あの、すっごい、誰だみたいな名前にしてくれなくてありがとう。誰だみたいな名前にしてくれなくて、ちゃんと、あ、誰だってショールームと同じ名前にしてくれてありがとうございます。あ、アイコン何にするか迷ってるんだよね。だって、え、何でもいいんじゃない。何でもいいんじゃないっていうか、私なんか設定してないけど、とりあえずなんかツイッターと連携みたいな、ツイッターがなんかインスタカーと連携したら、なんかそれのアイコンになったから、ああ、まあこれでいいかと思って、ああこれでいいかと思って。ありがとうございます皆さん。あ、で、そう、 AKB のやつさ、あの、肌綺麗になるフィルターみたいなやつあったのよ。あんのかな、これないか、さすがにないか。あれか、リングライト一応持ってるから、それ使ってみるか、久しぶりに。ね、フィルター欲しいよね。結構、ひでちゃん、ハートと結婚してありがとう、ありがとうございます。あ、みんなの方にもフィルターあるんだ。え、みんなの方にもフィルターあったの？そうなんだ。あのフィルター結構変わるじゃん。あのフィルター結構変わるじゃん。だいぶお互いに助かってたよね。どうなんだろう、トークポートはないか、さ
すがにね、さすがにないか。え、でもふと思ったのはっていうかあれなんですね、その AKB のやつはさ、もう何、入室っていうか、こうこのその部のやつ、なんかスタートみたいなやつ押したらさ、もう順番にこうあれ繋がって切れて、で2秒後にまた繋がって切れてみたいなさ、こう自動で全部こうバーって流れていってたけど、この管理画面を見た感じ、多分一人一人、多分私がもうトークルームに入室みたいなで、で多分切れたらまた次の人の画面に入室みたいな感じになりそうだな。面白いですね。ありがとうございます。ハッピーじー。2分、お、すごい、わあ、剥がしも自分？いや、剥がしはさすがに切れるよね。いや、切れるんだと思うよ。時間でちゃんと、そう、時間になったら勝手に始まる感じではなさそう。わかんない、やってみないとですが、あ、初めてお話しさせていただくので緊張しますだって、全然大丈夫だよ。全然大丈夫だよ、そんなに緊張しなくて。でもすごい、楽しみかもとは、え、結構楽しみ。本当に久しぶりに喋るね、みんな。よろしくよろしくって感じ。うんうん、あ、ポルノグラフィティ25周年記念シングル発売決定おめでとうございます。イエーイ、ハッピー。どんな感じ、どんな曲なんだろうか。ワクワク。あ、そうだ、あ、そうだじゃないわ、そう、ワロップ、そう、これもツイッター2月入ったし、ツイッターで告知しようかな。だってなんだかんだワロップも来週なんだよね。え、すぐだな。え、待って、洋服買わないといけない。みんなどんな服がいいのかな、どんな服がいいのかな。そのあれだよね、バレンタインデート服みたいなやつでしょのやつでしょって。バレンタインコスチェキ会って何、これ書いてあるけどさ、バレンタインコスとはバレンタインだからデート服みたいな、告白する時のだから自分が一番可愛いと思うみたいなやつだよね。いや、むずいな、私どうなんだ、わからない。じゃあ付き合ってくださいとか言う時どんな服着るんだろう。あ、チョコ系メイド服、メイド服、え、でもメイド服はなんかね、またいつかなんか着る機会ありそうじゃないですか。そのなんかわからん、ハロウィンのなんかとかさ、わかんない、ハロウィンの時にイベントするかわかんないけどさ。セーラー服じゃね、あ、だから、あ、そういうことね、学生の時を思い出してってことね。わ、セーラー服いいないいんかよメイドはあれなのにセーラー服はいいんだって。オフショルはどうですか。え、なんじゃ、え、みんなもちゃんと何、その何、バレンタインの
あのデートコーデをちゃんと組んできてくれるってこと？組んできてきてくれるってこと？おもろい、おもろいな。ドキ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 しちゃうね。難易度高いけど頑張ってみるわ。だっていい人いい人。うわ、何なんだろう。制服にカーディガンだって。あ、一番可愛いよね。うわ、一番可愛いよね。うわ、明日秋葉のドンキで、秋葉のヨドバシでそのアダプターとあのあれだ、マイク付きの有線イヤホン買って、ついでにドンキ行ってあれだ、制服のあれ買うか。クリスマスの数倍ハードル高くて草だって。確かに確かに。バレンタインね、バレンタインか。バレンタイン、え、みんなバレンタインって、うわ、ガチで制服で行こうよ。だって、え、でもなんかちょっとそれ楽しい気がしてきた。完璧なスケジュールじゃん、本当に。結構結構完璧スケジュールかもしれない。で、秋葉いいな。秋葉に住むか。すまねえよ。制服貸そうか。だって、え、だってセーラーよりブレザー派なんだけど。ブレザー派なんだけどっていうか、いや、ただ自分の高校がブレザーだったからっていう話なんですけど、中学校はセーラーだったんだけど。あ、かなり前のオンラインお話、オンライン以来お話できないから会いたいな、遊びたすぎて忘れられてる可能性。え、大丈夫大丈夫だよ。ワロップ、ワロップよかったら来てね。うちブレザーだよ。で、ブレザー可愛いよね。え、別に制服で、制服であれした、あれしたわけじゃないけど。うわ、制服いいな、制服いいな。うわ、ちょっと待って、楽しくなってきたね。楽しく楽しくなってきたね。え、でも分かんないよ。ここで、ここで、いや、ここで制服を着てしまっていいのかというあれがあるよ。だってもしこれからさ、じゃあ、あの卒業式シーズンだからとかさ、入学式シーズンだからとか、そういうさ、イベントがあった時にさ、そっちが制服になるじゃん。だからバレンタインはやっぱり普通にバレンタインデートみたいな感じの方がいいのかもよ。いいの、いいのかなとか思ったり、とか思ったりしてきたな。何、何着よっかな。でもあれでしょ、モコモコ、モコモコニットみたいなね、燃え袖みたいな感じ。いや、待って、楽曲披露があるんだよね。楽曲、楽曲はそんな大したあれじゃない、そんな大したあれじゃないんだけど、あの曲をやるんだもんね。うわー、あの曲をやるんだもんね。いや、意外とありだな。うわー、どうしようかな。あ、そうだね、当日を楽しみに。いや、そういうことですね。そういうことですわ。当日をお楽しみにってことです。あ、イベントの写真のモコモコかわいい。これかわいいよね、かわいいよね。でも下何着たらいいかわかんなくてさ、下何着たらいいかわかんなくてさ、どうしたもんかしら。バレンタイン、バレンタインね、バレンタイン、バレンタインか、わからないな。その学生時代のさ、思い出しかないからさ、バレンタインって。その何、その制服で、制服の時のあれしかないから、そのバレンタインコーデとか言われてもちょっとピンとこないよね、本当に。ま、頑張って考えてみたいと思います。楽しみだな、楽しみだなっていうか、おもろいね。あと何回言おうと、
なんか言おうと思ったことがあったんだ。あ、相談なんだけど、相談なんだけどっていうか、あのこの前のイベントのさ、この前のイベントの時のあの残った生写真と残ったアクスタ、アクスタがあるんですけど、フルコンプセットでフルコンプセットで、え、生写真のやつがそれぞれ2000円2000円で、アクスタ3種で1個ずつだと1500円なんだけど、なんかフル、なんか全部全種全部買うと4000円みたいな感じだよね。だからその生写真とアクスタ全部コンプリートしたら8000円になるんですけど、8000円になるんですけど、そのまとめてそのグッズコンプリートセットをゲットしてくれた人、スマホワンショットとかでどうですか？そう、相談なんだけど、買う？でも8000円でスマホツーショットはあんまりだって、 あんまりというか、だって自分ぐるみ結構あれだよね。いいと思います。まあでもいいよね、いいよね、8000円。それか、あ、まあいいか、いいよね、ワンショットで、ワンショットじゃない、ツーショットあり。でもバラで欲しい人もいる、でもバラで欲しい人もいたりとかすると、バラで欲しい人もいたりするとあれだからソロチキ、さらにソロチキ2枚つけて1万円でいいよおまろた何セット組めるんだろう、組もうと思うと何セット、結局どれが何個でどれが何個でって、ちょっとあれだ、後で数えるのあれだから、ちょっと今数えるの、お付き合いしてもろてええですかもろてええですか。そう、何セット組めるのかなっていうやつ。ほい、まずどれから、これだ。いやでもこれはちょっと待って、これとこれ、いやどうしようかな、でもこれだけでいいのかな。あ、違うわ、ちょっとカメラマンさんに渡す分を、撮影ありがとうございました、またお願いしますって言ってお礼を言わないといけないので、これとメモ帳をパッと出てくる人いますかメモ帳パッと出てくる人いますか。できれば付箋がいいんだけど、付箋とかパッと出てくる人ここの中にいますか。いないですよね。そうなんですよね。あ、どのタイミングで変える？多分開場してから、会場から開演ってほどのあれでもないけど、開場してからの待ち時間か、そのチェキの時間でいけるんだと思います。あ、でしょ、それと、うわ、欲しいかな、あの人、どうだろうな、えい、ポン、いや一応だね、
いやでもどうだ、いやまあまあいいか、いいか、 OK です。これとこれは取っておきましょう。はい、数えますよ。え、会場から開演って15分しかないんだって。え短っ。そうなの？本当だ。え、本当だ。何そんな、もうじゃあゾロ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 ってこと？ゾロ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 ってこと？つまりそういうことなんだね。あ、終演後だって。でもなんかそんな感じだね。まず生写真1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、29、30、31、32、33。このリコッタの方が33です。ちょっと待って、どこにメモろうかな。33、丸、リコッタの方33って言った？忘れすぎ、秒で。これとリコッタと浅草ね、輪ゴム、 OK。 ごめん、シュールな在庫を知るの大事です。どどん、次、サクサです。でも生写真さ、いや片方だけでみたいななさそうだから、これもきっと33なのでは。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、35です。35、次、アクスタ、サクサ、ああ間違えました。ほいほいほい、オッケー。そうそうなんですよ。そう、余ったやつ受け取りに行ってきました、この前。いいね、置いとこう。いや、こっちに入れちゃえばいいか。そしたら、これから数えたいと思います。アクスタ、リコッタの黄色いスカートのやつから数えていきたいと思います。わ、これちょっとスペース取るな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、26、
床で意識失ってたおはようだって。おはよう、おはようございます。金曜日だね。平日ラスト最終日、頑張ろう。よし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 。次、浅草。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。23です。23、あ、間違えた。こんばんは、またまちさん、ファイト、ありがとう。ゴンタ40号さんかな、あっちからだるまたくさんありがとうございます。おお、だってすごいか。ありがとう、ありがとう。え、今日午前授業に変更になったからルンルンだって。え、じゃあ午後遊べるってこと。かき氷行きなよ。かき氷行ったらええやん、楽しそうやん。どどん、あ、いけてるか、いけてるか。最後、恐竜です。恐竜が一番少ない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18です。だから、あ、ごめんね。タブレットにあっちゃう。ということはよ、だからコンプセットを作ろうと思ったら18個はできるってこと。でしたら1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6。あ、すごい、みんなもメモってくれてたの。やさやさ。23、そうそうそう、この前の時のグッズがあるんです。え、インフルとコロナ増えてきてますね。だってうわ、そうじゃん、みんな体調気をつけよう。いや、そうなんだよね。いや、そうなんですよね。でも18セットはじゃあできたとしてもさ、生写真とかが10個、おのおの10個以上とか、 10個っていうか 10枚ずつとかのやつは余るってことでしょ。だからコンプセットとかよりいくら以上のとかってした方がいいのかな。え、この前のイベントでコンプセット2セット買って、ありがとう、ありがとうございます。え、でも生写真のやつ全然見てないけど、多分生写真、多分当たりのやつも紛れてそう。フルコンプセットハードル高いから何千円以上の方が買いやすそうではある。本当？
ういうの難しいなこういうの難しいな。自分ぐるみが14,000円とかだったんですよ。14,000円とかだったんですよ。でそれで初めてスマホのツーショットが撮れたわけじゃんっていうのを考えると、あんまり安今度のやつであんま安くしすぎてもマーケティングのくーん、そうなんだよね。そこ配慮しないといけないんですよね。今後もそのイベントをさ何回かやるっていうのを考えると、いくらとかだと現地でめんどくさいとは。タブレットのあっちにメモってんだった。ちょっと待ってね、これじゃなくて、あ、間違えました、これじゃないです、これですね。動画チェキ、あれどこだ、ショールームはどう、あった、チェキ券つけて10,000円、それがあ1万円、あそういうこと、あ待って、お釣りとか用意しといてねって言われたんだ。そうだ、千円札はいっぱい持っていった方がいいってこと。私千円札頑張って作ろう頑張って作ろう。最低1万円ぐらいの方が前回との差がなくて良さげ。はあ、全部売りさばきたいんだったら何円以上とかの方がいい。いやそうなんだよね、そうなんですよね。釣りなく楽おもろい。あ、もう15,000円以上で得点は、あーなるほどね、そういうのもありか。でもさ、このグッズもっと種類があったらさ、15,000円以上でとかもありかもだけどさ、一応5種類しかないから、それでってなるとだいぶかぶっちゃうことになるじゃない。かぶっちゃうっていうか、それだよね。あ、コンプリートセット、あ、コンプセット買ってくれた人にキョンちゃんのあがサイン書いてくれるとかの方がいいかも。ああ、なるほど。あ、わかったぞ。わかったぞ。ちょっと待ってくれ。スマホと、あ、スマホ通所。スマホ、そうなんだよねそうなんだよね。金額そう高すぎてもね、また在庫残ってもな、まあ、残ってもまあ別にあれなんだけど、本当のちょっとぐらいだったらね、実家に送って親戚に配ってくれればって感じだけどう
なるほどねなるほどねばっかり。確かにな、均一にしたらその日だ、その日だけっていうそのイベントだけ感がなくなる。あーなるほどね、どのイベントでもこのこんな感じだったら別にその日に行く必要がないかっていうことだよね。でも毎回違う私だけどねそういうことじゃねえよって話なんだけどぐらい以上の方が分かりやすいか、コンプより。いや、いくら以上の方が良さそうだな。いくら以上とかの方が良さそうではある。8000、いやでも8000円ってしたらさ、まあ初めの方早めに買ってくれた人は、まあ、1種類ずつ全部ゲットできる。8000円にする？8000円いや、これ一旦ファンミ側のスタッフさんと相談した方がいいのかな。そんな気もするな。なんか私が今ここでじゃあいくらでなんとかとかってすると、あ、いくら以上にするんだったら、あーなるほどね、1万円以上で何々で、1万5000円以上で何々でとかってことね。1万1円以上とかにしようかな最低1万1円以上にして、あもう一個みたいな。待ってちょっと一旦ちょっと待って、分かった。え、これさ、でもまあなるべく早めがいいけど、まあ前日までには決めるわ。前日までには決めるわ。あ、コンプで8000円だから1万円以上で得点ありでもいいかもね。そんな気がしてきたぞ。そんな気がしてきました。最悪当日でもいいよ。まあ確かに最悪ね最悪当日でもいいのかもしれない。1万円以上で、だから1万円以上でスマホのツーショットで、1万5000円以上で私物サインとか、そういうあるよね。
店なくても在庫処分に協力する人いるでしょ。いる？いや、いや、いるかもしんないけど、それはそっち側で、こっちとしてはっていうことよ。こっちとしては、いやーっていう。特典あった方が良くないっていう。うん。あ、買う側千冊大量に準備してた方がいい感じで OK？ おど、いや、ど、千冊いっぱい持っていく人、あ、まあでも、まあ、どっちにしろあれか、千円札をいっぱい持っていく人、五千円札をいっぱい持っていく人、一万円札をいっぱい持っていく人、それぞれ三分の一ずつのあの割合でお願いします。人それぞれ、あの担当は、じゃあ自分は千円札担当にするとか、自分は五千円札担当でいくみたいな、自分は一万円札担当でみたいな。むずくてくさ。でもだってどっちもありがたいじゃない。そのこっちのさ、だから1、じゃあ1万円で出してくださってさ、それで何数えるのがさ、数える手間とか、そう、じゃあ あ、そんな大変じゃないか。いやでも変わるよね。6000円のなんかを買ってくれるとして、じゃあその1万円を出してくれて、じゃあ1000円札4枚数えて入ってするのと、いや、まあ、いや、まあ何でもいい、何でもいいや、何でもいいかも。あ、違う、あ、そう、違う、一番だから千円札かける十で、あ、ちょっとあれだ、喋るのが大変になってきたぞ。で、1万円の何かを買うってなった時に、1万円でポンって出してくれてもありがたいし、でも千円札かける十で出してくれても、こっちのお釣りも増えて嬉しい。どちら一長一短というか、どちらでも嬉しいです。だからみんなそんなあれかも、深く考えなくていいかも。だから全然あの何グッズも何ですか、全部2000円とかじゃん。だからあの全部2000円札で来てくれても OK ってこと。え、みんな2000円札持ってる？私この前さ、駅のさあれから2000円札出てきてさ、そっから大事に取ってやるんだよね。大事に取ってやる。なんかスイカをあのチャージしたかったのよ。なんか謎にモバイルスイカのチャージができない時があるじゃん。あるじゃんってこと、みんなあるかわかんないけどさ、なんか顔認証ができなくてさ、っていう時はさ、普通のスイカでさ、あの電車乗るしかないからチャージしないといけないんだけど、その時に1万円でチャージして、でお釣りがバーって出てきたんだけど、一番上が2000円札で、そう、見慣れないお札が出てきてびっくりしちゃった。え、2000円札じゃんと思って、久しぶりに見たみたいな。びっくりですね。ね、でももったいなくてさ、もったいなくて使えないよね。嘘、コンビニの ATM から出てくるイメージ。そうなの？コンビニで使う人があれってこと？多いってこと？え、お父さん前に、あ、お父さんに前1枚もらって机に飾ってる、かわいい。お父さん絶対喜んでるよ。あ、俺があげた2000円札机に飾ってるってなってるよ絶対。
当嬉しい。2000冊な。でもなんか前もなんか親戚の人がなんかくれたんだよね。くれてうわ、でそれがなんか初めての2000冊だったから嬉しくてさ、ずっと撮ってたんだけど、でもなんか別になんか撮っててもなーとか思って使っちゃったんだけど、でもやっぱ手元にあると嬉しいよね。でもどうにもならんけど、別にどうしようもならんけどって感じだけど。最近さ、グミちょっとハマってるわけじゃないんだけど、こうなんかちょっと甘いものが欲しいなみたいな時に、ちょっとグミってちょっとまだなんか他のやつより罪悪感なく食べれるじゃないですか。みんなのおすすめのグミがあったら知りたい。ちなみに私は今果汁グミのマスカット味が手元にあります。グミ大好き本当。でも私あんまさ、あのハード系あんま好きじゃないんだよね。え、なんかわかる。だって嬉しい。グミ好き期間です。え、一緒だね。ひでちゃん、クマありがとう。フェットチーネ。あ、そうだから果汁グミと同じぐらいの柔らかさぐらいが一番好きかも。果汁グミより硬いとかなると、えってなるえとはって感じなんだけど、果汁グミフェットチーネ、ピレグミも美味しいよね。好き。あとなんだ、あ、小グミ。ハリボーきょんちゃん的に硬、あ、ハリボーね。でもあんま食べないかも、ハリボー。硬くない？ちょっと。ひでちゃん、かわいいとハートありがとう。柔らか、あ、でもあれ、シャリモニとかも好き。あのフェットチーネのいとこみたいなノリのいとこみたいなノリのやつ。ちいかわのグミ作るやつをお母さん買ってきてくれて今度作る。え、何それ、楽しそう。てか、え、違う、ちいかわのさめっちゃ可愛いグッズ出るの知ってる？みんな、ちいかわふわふわミニキャラメルポーチ。何キャラメルポーチって、なんでキャラメルポーチなの？四角いからか。待って、でも計7センチ。いや、可愛いな。で、しかも全3種だからさ、御三家かなと思ったら、ちいかわとももんがとくりまんの3種類なんだよね。びっくりだよね。と、あとスマホケースが出る。これ本当に欲しい。これ凹凸あんのかな、これのももんががかわいいんですよね。そう、御三家とももんがの全4種なんだけど、めっちゃかわいいと思って。これでも4月とかなんだよね、出るの。ねえ、ね、シャリモニ美味しいよね。わかる。逆にハード系が好き？あれってこと？あのあれでしょ、忍者飯とかってこと？あ、そうそうそう、ガラケーみたいなやつね。選抜謎だよね。ちいかわとももんがとくりまん先輩ってさ、わかんない、これから出るのかもしれないけど。あ、次出るクレーンゲーム久しぶりに当たり嫌だって。
あれで、あれじゃない？ハチワレのさ、ハチワレのやつだよね。待って、それスクショ撮ったな。スクショ撮ったぞ。あ、違う？ポテ玉の方、あのハートささハート生えてるやつじゃなくて、これだ。お尻フリフリビッグヌイグル、え、お尻フリフリだよね。お尻フリフリのやつだよね。これ可愛いよね、お尻フリフリのやつ。え、ハチワレだ、可愛いと思ったらもうすでにちいかわは出ているらしい。ウサギが出るって期待していいってこと？あ、最近クレーンゲームウサギ干されすぎ、それな。そうそう、それね。あ、ポテタマ通販なのか。あ、タフ組とかコーラアップとかペタグーとか、うわ苦手な苦手な婦人。タフ、あ、だからタフ組、コーラアップ、ペタグー、あとゴチ組とかないとかさ、めっちゃあの四角いやつとかあるよね。え、硬いやつだって、グえでグミだよ。いやグミなんだけど、それも柔らかいグミって何なんだろうね。柔らかいグミ、あ、コロロだ。わ、コロロ最近食べてないな。わ、久しぶりに買ってみようかな、コロロ。てか違う、私ピュレグミのさ、ピュレグミの酸っぱいパウダーかかってないバージョン売ってほしいんだけど。あれが醍醐味なのに。あれが醍醐味なのに、あの酸っぱいパウダーが。大事なのに。あ、水グミとか氷グミとかある、あるよね。え、でもあれさ、色あんまついてないじゃん。色ついてない系のやつさ、あんま好きじゃないかも。飲み物もなんかさ、あるやん、なんかヨーグルト風味のでも透明の水とかさ、みかん味のでも透明の水みたいなやつあるじゃん。とかそのグミもさ、透明だけどグレープ味ですとか、あー、そうそう、ヨーグリーナ、ヨーグリーナ、そういう系なんかね、そういう系ちょっと苦手なんだよね。え、別にの飲めって言われたら飲むし、食べろって言われたら全然食べるんだけど、好き好んでは、好き好んでは選ばないな。なんでなんだろう、その見た目とあれのギャップがあって、それがそのなんか気持ち悪いみたいな感じでの違和感があってっていうことなのか、その味がなのか、よくわかんないんだけど。いや、なんか普通の、え、これの、この透明のグレープ味のグミより普通の色付きのグレープ味のグミの方が美味しくねとか思っちゃうんだよね。あれ何なんだろうね。あ、そうそうそう、イロハスのそう果汁入りのやつとかさ、なんかね、やっぱ透明ってことはさ、いろいろね大変なんだろうね。そう、風味を実現するために、だからその普通のだからあれに慣れちゃってるからさ、あれあれってなっちゃうのかな。あ、ピルグミ開ける前にシャカシャカ振りまくったら酸っぱいパウダー落ちるのかなって、落ちんのかな。え、だからさ、ピルグミもさ、そのあの中のグミが好きだからさ、先にさ全部舐めて、うん、酸っぱいパウダーを溶かしきって最後に噛むみたいなさ、グミをの噛んで食べるみたいなことをしたりしない時もあるんだけど、めんどくさい時。いや、洗って乾かしはしなくて。でも一気に洗って、ザルとかでさ、ザルとかでわーってやった方が楽か。ない発想で面白い、本当。いや、え、その食べ方めっちゃわかる、うわ嬉しい。そう、先にそう口の中で、そう飴みたいにさ、舐めるのよ、舐めるっていうか溶かすのよ、その先に酸っぱいパウダーを
全部溶かしてから甘いグミの部分を食べるっていう。いやーでもそうなんだよね、あの酸っぱいパウダーがいいんだよね。いやわかる、いやわかるんだけど、いやだから普通に食べる時も もちろんあるんだけど、ちょっと美味しいグミがあったら教えてね。てかあれだ、あの佐久山チョコジローさ、佐久山チョコジローさ、あれローソンだけだっけ、なんかさ今日行った、いや違う、今日ローソンに行ったけどローソンになかったんだ。セブンかファミマかな、セブンにあるんだっけ佐久山チョコジロー。なんかさ影薄くないアンチチョコジローアンチ、なんかなんでだろう、いやわかんない、そのお菓子売り場がさもう賑やかすぎてさ賑やかすぎてさ、いやそんな全然目立たないパッケージでもないのに、なんか見つけるのになんか時間かかるよね。私のあれがあれなのかなあれがあれとは、なんかわかる、え、わかるよね、置かれる位置のあれなのかな、なんなんだろう。久しぶりに、久しぶりにっていうか、あ、欲しいなと思った時になかったから、ちょっとピエン、ちょっとピエンでした。あ、こんばんは、こんばんは。ドンキとかでも棚の一番下に置かれがち、いやだからキットカットとかさ、そのアルフォートのやつとかあれでしょ、ファミリーパックみたいなやつさ、やっぱでもそっちの方がさ、あの目につきやすいところに置かれてしまうよね置かれてしまうよね。いやそうなんだよね、大手メーカーじゃないから。嘘、まあそうか、まあそうか。いやアルフォート水色いいよね、キッズ UV ジェル、ちいかわの UV ジェルだって。バンダイナムコから出んのバンダイナムコから出んの、すごいな。この前先輩たちにメッセージ付きでお菓子渡したくてキットカット買ったもんな。うわ、いやでもだからキットカットすごいよね、裏にさメッセージみたいな、素敵、優しい世界って感じ。お、かわいい明人くん明人くん岡野さん、いやじゃあそのあれだよ、なんだっけ、アルフォートのその水色味と青色味があるじゃん、水色味のなんかハイミルクみたいな、より甘いですみたいな方が
好きなんですわね。好きなんですわね。あ、でもそうそう、青色の方が、あのさ、箱で売られてるのってさ、青色の方だよね、きっと。そう、でもあのバラの方のさ、水色のやつの味が好きなんです。でもこの前箱でさ、あのホワイトチョコ、ホワイトチョコのやつが出てて、ホワイトチョコ好きだから買っちゃった。やっぱ冬になるとさ、ホワイトチョコのやつなんかどこもメーカーさん出してくれるじゃないですか。ありがとうございます。国民を代表して私がこの場であのお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。皆さんっていうか、大手メーカー、大手メーカーじゃなくてもいいんだけど、お菓子メーカーの皆さん、私のために冬になるとホワイトチョコのやつ、あ違う、ジャガチョコのさ、ジャガチョコのホワイトチョコがさ、早く出てくんねえかなって思ってんだけど、でもジャガチョコもあれだよね、影薄いよな、結構影薄いんだよね。そうなんだよね、いやそうなんだよね、ジャガチョコてか私もだって冬しか買わないもんな。ジャガチョコ食べたことある人います？あのじゃがりこみたいなあの入れ物なんだけどさ、袋じゃなくてあのしっかり固めのじゃがりこと同じようなあれに入ってんだけどさ、いやじゃがチョコあれね、あれ美味しいよね。普通のチョコの方は食べたことあるかちょっと忘れちゃったんだけど、バカちゃんラブレターありがとう、ピーナッツもありがとう。早く出ないかな。あ、パッケージ見たら分かった、ね、見たことあるよね、でも影薄いよね。おーこれかーみたいな。みたいな感じになるよね。いや、そうそうそう、美味しいんですよ、美味しいんですよね、本当に。待って、今日2日？え、待って、2日だって、あ、これ、ちょっと待って、2日、1日、え、トークポート明日なんだけど。早すぎない？お前のせいだろって。自分のせいやろって話なんだけど、早すぎない？みんなトークポート明日だよ、やったね。いや違う、私しのぶさんに会いたくて、しのぶさん、いや待って、いろいろやらないと、いろいろやらないといけないな、本当に大変。あ、長くても待ちきれないから嬉しい、本当。でも逆にっていうか、でも多分トークポートってそんな何週間も前からあの売るようなあれではないんだと思う、きっと。明日の枠、あの買える人は買ってみたいな、多分そういうノリなんだよね、きっと。皆さん分かんない、そんな人、まあ、人によると思うんだけど、人によったり、その事務所所属されてる方とかはそんなことないと思うんだけど、フリーで多分されてる方とかは本当に明日さーとか多分そういうな感じだと思う。あ、当日とかいきなりのイメージある。すごいね、だから毎日、いやでも毎日、いやだから毎日とか面白そうだよね。いや、やらないんだけど。やらないんだけど、嬉しい。あ、初見さんが流れキラキラくれた、ありがとう。 PP さんかと思ったら QQ さんだった。ありがとう、ありがとうございます。あ、突然ですが今日10枠やりますみたいなツイートたまに見るよ。あ、そう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 
そういうやつ。ウィズライブだとそれこそ1時間前に買うとかある。だってえすごでもそう、あのそうトークポート、そうあれなんで、なんか始まる5分前とかまで買えるから意外とね。あだから本当に、あ今日行けるかもみたいな、あ今日話せるかもみたいな人が参加してみたいな感じなんだろうね。でも確かに、あじゃあ土曜日とかさ日曜日にやるとして、だから水曜日とかにあの発表して、で水曜日とか木曜日とかに発表して、え次の日から受付開始してとかの方がみんなそんぐらいの方がいいのかな。いいのかな。あでもやる日、あじゃあこの日にやろうとか思ったら早めに日にちだけ伝えておいて、この日やるよみたいな。でまあ3日前とかぐらいに時間帯が分かるみたいな感じが一番いいのかな。でもそんなさ、でもさわざわざさトークポートのためにさ予定開けといてもらおうみたいなさ、そういうのそなんか別にそういうのじゃなくていいんだよ。本当にフラットなんかでいいよね、いいよねっていうか。あ枠完売したんで追加するねって言って当日に枠増やしたりする。だってえすごっ。じゃあ私は5分枠増やそうかな5分枠増やそうかな。24時までエンドレス5分枠とかにしようかな。あ時間はね確かね24時とかまでだった気がする。だから日付変わってからはできないみたいな感じの設定画面だった、見た感じ。面白いねトークポートっていや、やってないんだけど、まだやってないんだけど。え、だからさっていうかさ、いや本当にたまたまさ、お昼のさ、よくわかんない平日のよくわかんないお昼の時間帯とかにさショールームするとするじゃん。でさ今日お仕事休みなんだよねみたいな感じのコメントがさなんか5人5個ぐらい来たらさ、あじゃあトークポート 5枠だけあれかな販売しようかなとかもさできるってことでしょ。すげーすげー。だからその店舗感が実現できるっていうのがすごいよね。そのこれまでのあれで考えるとさ、そのまあ半年後のやつも日程発表しますみたいなさその感覚で言ったらさ、そういうのもさやろうと思えば実現できてしまうってことじゃん、店舗感的に。それいいね。だっていいねあイベントの後とかに感想伝えられる機会あるとめっちゃいいね。おお、なるほど、なるイントネーションなるほどね。あ半年後ようわからんけど CD 買ってたのすごいな。いや本当にね、いやすごいよね。半年後じえちょっと待って、だからさ11日イベントするじゃん。え12日休日なんだけど、振り替え休日とは何。え振り替え休日って何。2月12日の振り替え休日って何何これどこ。あ建国記念日だって。みんな日曜日が建国記念日なんだって。そうなんだ。えじゃあ12日にやるねーとか暇だったらやるねーみたいなのもできるってこと。すげー。そうなんだ。世の中地味に3連休、え
じゃあ今月2回も3連休あるじゃん。10、11、12と23、24、25だって。え、2回も3連休だって。ハッピーハッピーハッピーじゃん。ハッピー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 やな。みんな見てくれた？なんで私さ、この配信のたんびに猫ミームの宣伝してんの。別に猫ミームの動画作ったわけでもないのに。そうなのよ、嬉しい。だっていいね、カレンダー通りのお仕事の人ウハウハだね。イエーイ、働かなくていい。いやすごいよね。あ、猫ミーム見に行ったよ。可愛かったね。可愛いでしょ。可愛いでしょ。あ、猫ミームについて語りたい。え、じゃあ猫ミームについて語ろう、トークポートで。いやすごい、だってお話し会って本当に何でも話せるんだもんな。すごいよね。すごいよね、すごいな。12日やるかも。やるかも。気分が良かったらやります。いや気分いいだろ。どう考えてもイベントの翌日なんて気分いいに決まっとるやろ。あ、2月12日ひななちゃんの卒業公演の予定だったけど延期になってます。え、ひななちゃんの卒業公演発表されてるよね。発表されてるよね。私そう、何日だよってこの前聞いてさ、え、行きたいですって言って。え、でもさすがにだってもう、あ、されてない。いや、わからない。こんばんは。卒業公演、あ、25、あ、よかった、発表されてた。そう、25日。え、でも25日さ、わかんないでしょ、ワンちゃん、ワンちゃん、え、じゃ地元お祭りやっててさ、わい、めっちゃいいな、みたいな。いいな、みたいな。三味線弾くか、みたいな感じなんだよな。いや、でもな、帰れないかもしれないしな。気分次第なの、おもろいだって。頑張るぞ。え、でも、イベントの翌日ゆっくり寝、だからまあ夜するかも、トークポット。夜するかも。全部5分枠でいい、めんどくさいから。いや、そんなめんどくさくないんだけど、その1分枠とみたいな。全部5分枠だとその、あの、ね、簡単なのよ設定が。まあ、1分は1分ので、だから私 5回分全部セット してるのよ。5回分じゃない、4回分か。6回同じ作業を繰り返してんの。あの、今受付中のやつさ、1分2分とさ、1分2分3分5分じゃん。あれ、そう、6回分、そのこれはあのどうします、金額がどうのとかさ、何分の枠にして、情報公開が何時で、受付開始が何時、なんか何日の何時何分何秒みたいなやつも全部さ選択してさ。それやってるから、だからオール5分枠にしたらさ、1回でいいってこと。でもイベント後だったらそれはそれでありだよね。わかんない、そのでもイベント参加してくれた人メインでこう参加を待つことになるけど、そのなんか本当、はじめましての人が気楽にみたいなさ、はじめましてで5分トークはなかなかね、あれじゃない。まあでもトークポートなんて、なんていうか自分で時間決めれるから、何でもいいんだけどね、何でもいいんだけどねっていうか、何でもいいんだよね。すげえな。何でもいいんだよな、すごいな。え、じゃあ待って、待たなくていいんだけど、
最近のさ、最近のさっていうか、あの AKB もさ、それぞれさメンバーファンクラブみたいなできたじゃん。あれあれ何、ファンクラブ入るとなんかいいことあるの？いいことあるのっていうかさ、だってメールも有料だしさ、ビバースも有料なわけじゃないですか。でファンクラブに入るとさらにな、何がいいことがあるの？あ、そういうことなんだ。あ、ファンクラブに入ってないとあのイベントには行けないんだ。あ、そういうことね。え、あの、え、ファンクラブのさイベントっていくらぐらいなんだろう、いくらぐらいなんだろうっていうか、でも会場費によって変わるか、会場とのあれと。なんかみんな、え、みんなさどういうのしてるの？私のっていうか、どんなか歌って踊ってのコーナーもあり、撮影タイムもあり、なんか MC もあり、まあ、ご飯食べれるとこだったら一緒に食べてとか、そんな感じ？楽しそうだよね。まあそんな感じ。まあそんな感じ。え、DH でやってくれないソロイベントだからみんな生き生きしてる。だってえ、DH 管轄じゃないの？管轄じゃないって言うとあれか、関わっ、だから DH にはあれ、どういうあれなの、どういうあれなのっていうか、主催は別の会社でやってくれててってことか。そのファンクラブ管理みたいなのが DH じゃ、まあそりゃそうか、別の会社がやってて、でじゃあその売り上げの何割かは、まあ、出演料とかはあるわけだから、何割かは DH でみたいな、そういうことってこと？え、 DH、 え DH、 ちょっと待って、いやまた良くないな、深夜の配信だからってあんま好き放題に。また良くないこと喋ろうとして。いや細かい、その配分とかじゃなくて、え、 DH 管轄じゃないの、 DH 管轄じゃないの、管轄じゃないっていうか、いやマネージャーはつくけどみたいなこと。あ、じゃあ全然あれなのかな、主催は違うの、主催っていうか提供っていうか、なんて言ったらいいの、あのさ最近のコンサートとかもさ全部あのさ DH 主催じゃないじゃん。あの MX 祭りとかもさ、その MX さんがお金出してくれて、じゃあやりますよっていうやつじゃないですか。 DH はみたいな、そんな感じってこと。でもそうか、 DH そんなさメンバー一人一人に合わせてさイベントの会場を抑えて内容どうするとかさ、そんな器用なことできてたら新公演延期しないもんな。そんな器用なことできてたら新公演の延期とかもないはずだもんな。そりゃそうか、そうだよな。あ、新公演ね。まあ、いや、ゴールデンウィークだよ、ゴールデンウィーク、きっとね。いや私はゴールデンウィークにはさすがにゴールデンウィークには始まんじゃないかなっていう期待も込みですけど、きっとね。多分ゆきりんさんのあの卒業コンサートもあるし、卒業公演終わるまではきっとあの忙しいと思うので、まあだから4月とかじゃん、だから4月ので半ばくらいか、落ち着いたかなみたいな。ゆきりんさんの卒業公演何日かあれだけど。
まあ、4月のまあ半ばとか末ぐらいからレッスン始まって、まあ、ゴールデンウィークのどっかで初日。いや私はそういうことだと思いますよ。そういうことだと思いますよっていうか、いや早く始めてって話したんだけど早く始めてってことなんだけど、いや永遠に始まらないとかあるんですかね。いやいや、じゃあなんで発表、いやいやちょっと待って、あちょっとこれ以上は話せないこれ以上ちょっとあれだなこれ以上はあの YouTube の、 あのなんとかかんとか限定生配信とかをするとかってなったら言うわ有料配信をいつかするとかってなったら言うわこれじゃちょっと無料の、 あのこの場所ではちょっと話せない昔こうだったんで、あの時さどうだったんだよねみたいな、ちょっとここではあれだな、すまん。え、でもちょいちょいさっていうかあれだ、新公演当選したみたいなさ、あのあれだ2月4日 ?4 日かなもうあの新公演はあの当選したみたいなツイートがちょいちょい流れてきて、おおいいねーってなってるおおいいねーってなっています。基本あれなのかしら、研究生を応援してる人が流れてるのかな、それか新公演気になるからみたいな、あでもゆいりちゃんのファンの人も投げてるのかな、わかんないけど。2月4日ですね、自分外れましたって投げてるやん投げてるやん。でも意外とみんな投げてんのかな。まあでも面白そうだもんね、面白そうだもんねっていうか、何でも初日公演っていうのは価値があるからね。別に推しメンがいようといまいと、推しメンが出てるならなおさら。てか AKB 劇場でやる久しぶりの16人公演じゃない？つまり あ、ユイリンの公演は2月13だって。え、じゃあ2月、え？13か。あれ、ゆいりちゃんの公演ってさ、ゆいりちゃんの公演、があれ初日メンバー、あれ初日メンバーってみんな研究生じゃなかった？僕隊みたいな感じ。でもだんだん僕隊みたいになってくんだよね。研究生は4日、ゆいりちゃんが13。え、研究生って何？別の公演だって。何ちょっと待って、研究生の新公演だって。え、研究生の初日は何すんの？それは何、え、研究生のやつは、あ、それなんか前に言ってたやつか。あ、待って、聞いたことあるな。研究生別の寄せ集め局の公演、寄せ集めとかって言わないで。あ、なるほどね。あ、スタッフさんが組ん、あ、でもまあ、ゆりさん、あれだ。あれか、おんちゃんとかゆきりんさんもきっと関わっているだろうというか、もう関わっていてくれというあれね。の公演で、え、そうなんだ、オリジナルの。セットリストでゆいりちゃんの方のもオリジナルのやつなんだ。え、じゃあそのゆいりちゃんの方はメンバーはまだ発表されてないってこと？すなわち、あら、こんばんは。あ、そうなんだ、研究生。あ、でもなんか言ってたな。あ、メンバーまだ知らない。あ、じゃあドキドキだね。ドキドキだね。え、じゃあ何、研究
ちょっと待って、じゃあ8人バージョンのただいま恋愛中と研究生のオリジナルのセットリストのやつと僕隊と誰でも出れる僕隊とその誰でも出れるゆいりちゃんのやつの、じゃあ合計4つぐらいになるってこと？へえ。困った時にあれか、2人公演とかやるってことか。へえ。じゃあ一気、あ、じゃあ2月で一気に増えるんだね。これまで2つしかなかったけど、よかったね、よかったねっていうか、よかったねっていうか、2つもなんかそんなオリジナルのセットリスト、オリジナルというか新しくセットリスト組んだ公演作れるんだったら新公演の方に力注いだらとか思っちゃうけど、まあ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 、曲ができてるできてないとかその辺もありますからね、ありますからね。そういうことだよね、そういうことだよね。ゆいりちゃんのだから僕隊だから僕夏がゆきりんさんプロデュースみたいな感じだったじゃん。だからそれのゆいりちゃんバージョンもできま、あ、てか違うね、僕夏の8人もさ、なんかやりましょうよみたいな言って結局あれだったよね。あ、研究生公演の演目の名前リバーの歌詞に、あ、歌詞だからリバーセットリストにありそうだって。そこに未来はある、リバーにそんなあって調べちゃおうっと。そこに騎士はあるしのフレーズしか出てこない。そこに騎士はある声になっちゃう。リバー AKB 増えてると、リバー、え、私と同じポジションの子誰だろう。リバー、そこに、あ、本当だ、手伸ばせばここ、 A メロA メロのここ、まあでも確かにあったわ。手伸ばせばそこに未来はのとこだ。届かないものと諦めないで、ここ、こっからか、すごい。いやでもいい曲なんだよね。でも確かに公演演目の名前選ぶってなったらここいいかもね。あ、ただの予想ね、あ、予想ね、オタク界隈で予想。あ、でもリバーあるんじゃない、なんでさ、でも研究生なんでリバーやらされがちなんかだってあれだ、修行中にもさリバーあったしさ、なんか16期さんもなんかリバーやったことあるみたいな言ってたんだよな、初期の頃に。でもリバーいい曲なんだよね。でもなんかやっぱね、リバーいいよね、いいよねっていうか、その修行中のさ、フリーリバーの振り入れの時だから、入りたてのもう全然研究生のもう入って数ヶ月のもう右も左も分かりませんピヨピヨ京香ちゃんみたいなそういう時にリバーのさ振り入れがあったんだけど、そうダンスの先生がいろいろ説明してくれた。このリバーっていう曲は AKB がなんかこう何枚も CD 出して、あ、どうのこうのみたいななんだっけ、ちょっと待って、シングルの順番があれだな、そのあれ大声とリバーってさ、大声とかの方が絶対先だよね。あ、初の1位だって、あ、リバーが、あ、初の1位なのか。あ、そう、でもなんかそのかっこいいシングルでそのかっこいいやつがまだそんな出てなくてっていうか、そうこれまでの曲とはちょっとイメージが違う。だから本当にだから AKB の勝負の曲としてリバーを出して、でそれで初めて1位を取れた曲なんだよみたいな、本当に AKB48 にとってすごい大事な曲なんだよみたいなのを、そうダンスの先生がその時に説明をしてくれて、そう先輩たちが頑張って
頑張ってた時期っていうか、なんて言ったらいいの、そういう大切な曲なんだよみたいな感じ説明を受けて、なるほどなっていうそうかみたいな。だからそういうのもあるんだろうね、きっと。その研究生がよくリバーをやるっていうのはそういう背景もありつつ、そのかっこいい曲をセットリストに入れたいってなった時に、あ、リバーいいんじゃないみたいなっていうのもありつつみたいなことだよね。リバー同じポジションの子探しちゃうな。全然振り思い、でもリバー難しい。リバーマジ歌割り細かすぎて無理だったリバーの歌、リバーと大声ダイヤモンドってめちゃめちゃあれなんだよね。歌割り細かくてさ、びっくりね。歌割りわかるで、わかるよね本当にね。そうなんよ。リバーミュージックビデオ見て衝撃受けてオタクになった曲。じゃあリバー新規ってこと？すごっ。リバーって何年だ ?2000 リバー2010年だ。リバーは何枚目のシングルですか？14枚目です。すごっ、ほんとだ。オリコン週間ランキング1位です。あ、初の1位に。だってチケットピアの記事が出てくる。すごい。10枚目シングルリバーでオリコン週間ランキングシングルで初めて、あ、1位に輝いた。 AKB の1位獲得は2005年の結成以来初めて。25日には、あ、発売日だ。前田敦子、大島優子、高橋みなみら選抜メンバー12名でリリース販売記念イベントを行った。新曲リバーを含む3曲を披露したほか、トークショーや握手会など盛りだくさんの内容で約8000人のファンを熱狂させた。だって8000人のファン8000人のファン、え、発売日に8000人、すげえな。規模がすごいな。8000人、3曲披露してトークショーして握手会12人で、えびっくり。私11歳だ、だから小学校5年生とか6年生とかの時です。懐かしい。クワガタ捕まえて遊んでた時です。ちょっと待って忘れちゃうから今日やることリストちょっとメモ今日やること、この辺もやったわ。消して、この辺消して、何するって、あ、アダプターね。アダプター買う。アダプター買う。あ、でもアダプター買えばいいのか。一応ドンキに制服見に行く一応ドンキに制服見に、あ、マイク付き、それマイク付きイヤホンだ。あと待って、茶封筒A4 の茶封筒。なんか何欲しかったっけ。まあそんぐらいでいいか一旦。オッケー。ふきふき。こんな感じ。2時なんだけど、あ、ちょうど2時間ぐらい、ちょうど2時間ぐらいだね。ヨドバシよりドンキに行った方が、いやでもそこは信頼のヨドバシだよね。
秋葉の、私秋葉のヨドバシマジ信頼してるからな。秋葉のヨドバシに売ってないものなんてないと思ってるからな私なわけないのに。だから明日秋葉のヨドバシに一日中貼っててくれたら会えるかもねあ、そうだから朝からずっとそのタイプ C のそのアダプターの前にいてくれたら、もう何時かわかんないけど何時かわかんないけど急に私が現れて買うかも。秋葉のヨドバシスタッフの人がいい印象だって。でも私もある。みんな丁寧だよね。なんかちゃんと商品のさ説明とかもしてくれるし、みんないい人。本当にあの YouTube のさカメラとかさ買う時もさ、あのソニーの人とかさ、あのキャノンの人、あ、そう、キャノンの担当ですとかさ、私はソニーの担当でとかさ、あのいろんな人がいてさ、こうそれぞれこうなんか説明してくれたりとかさ、いいよね。本当になんかちゃんとプロが、扇風機とかさ、あれ何買った時だっけ、扇風機だっけな、あ、扇風機とかあれだ、エアコンが欲しかった時だ。なんかそれもなんか結局買わなかったけど、そう、説明めっちゃ丁寧にしてくれたし、いい人だよね皆さん。私が当たった人はアップルの人もいい人だしあ、秋葉のヨドバシよくペンライトの電池買いに行ってましたやばいみたいな、ペンライト今日電池切れそうみたいなやつね。え、ペンライトってさ、どれぐらいで切れちゃう、まあ、使用頻度によると思うけどさ、 1年は持たないか。よくさ劇場とかコンサート行くよみたいな人だとさ、どれぐらいなの、数ヶ月とか。でもだって2時間とかずっとつけたりしてるわけだもんね。2時間3時間とかだと、え、でも意外と電池すぐ切れちゃいそうだな。あら、こんばんは。あ、ね、色にもよるらしいね。そう、白色があれってね。この前のイベントでなくしたペンライト一生見つからなくて草。え、そんな、え UDX？ 油断するとボワって暗くなって悲しみに暮れる。え、あれは徐々に薄くなっていくのか、もうブチって切れなくなるのか、あれ、もう蛍光灯みたいな感じ。あ、なんかちょっと、あ、もうあれですね、チカチカしてますねみたいな、やばいですねみたいな感じ。あ、薄くなってくるんだ。あ、そうなんだ。だんだんと目に優しい光になってくるのか。え、公園2、3回入ったら電池買える、マジ？そんなに？あ、気づいたら真っ暗になってて焦る時ある。あ、ルンルンで振ってたら、気づいたら何も光ってない黒い棒を振っていたってこと何もあ、大箱とかの節目で、あー、なるほどね。へえ、そうなんだ。あ、ペンライトによって違うんだ。え、あれ、ペンライトによってあれですか、みんなオタクによって俺はペンライトどこどこ惜しいみたいな、あの、そのバドミントンといえばヨネックスみたいな、そのなんかあるじゃん。で、私、あの、店員さんにおすすめされて水野のラケット使ってたんだけど、ヨネックスじゃなくて、そういうの、あの、どこどこのペンライトはどこどこだよねみたいな、そのカメラはソニーだよねとかさ、レンズはどこどこだよねみたいな、あるじゃん。ペンライトはどこどこだよねみたいな、あの、そのみんな人それぞれあ、キンブレが最大手なんだ。あー、そうなんだ。そこが大手なんだね、知らなかった。いいね、ペンライトか。ペンライトいいね。
はいはいはい、キンブレとグッズで出るペンライト使ってる。なるほど。キンブレ配色パターン設定できるんで、あ、そうだ。え、なんかね、そういう機能もあるらしいね。あとなんか一発でこの色になるみたいなさ、ラブライブのさ、ラブライブミューズさんかなんかのさ、この曲になったらなんとかオレンジみたいなやつあるよね確か。あれすごいよね。ツンツクツンツクツン。え、てか聞いてよ、てか聞いてよっていうかさ、え、なんか部屋をちょっと整理して、ちょっと床が見れる、床が見えるようになったのに、床が見えるようになったのにっていうか、ちょっとだけ部屋のスペースが空いたのに、新しいなんかまた段ボールがドドンって届いて、またなんかさらにまた狭くなるっていうさらに狭くなるっていう。いや、このリビングからその何、これはその姉とその半分こみたいなさやつあるじゃん、そのいろいろ消耗品とかいろいろ、なんかこれはあげるわ、ホットプレートとかさなんかいっぱいもらったんだけど、その段ボールがさ、別にリビングに置いとけばまあそれでいいのかもだけど、おー、ありがとうっつって、あの部屋に持ってきたら部屋に持ってきたら、とってもまた場所が狭くなってしまいました。あちゃー、あのあちゃーの顔文字かわいいよね、あちゃーそう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 、姉と化けるのもあるし、姉が使わないからあげるよみたいな、強化使えないよみたいなやつもあるし、私も姉も使わないから実家に送るかみたいなやつもあるし、あ、もうこれは捨てるかみたいなやつもあるし、あ、そう、この顔文字かわいいよねね、でもホットプレート使わないよね。でもさ、使うじゃん、使うときは使うじゃんね。いや、でもこれなんだ、これなんでも、いや、なんかの、いや、何かしらでもらったんだよな。え、でもあれ買おうかな、あの一人暮らしスタートおめでとう祝いで自分にあれ買おうかな、あのホットプレートの可愛いやつあるじゃん、ブルーノだ、ブルーノ買っちゃおうかな、もったいないけど。でも高いか、ブルーノいくらぐらい、3万円ぐらいするのかな、そんな高くないか分かんないけど、ワクしたい。いや、待って、私明日意外と早起きなのでは。ブルーのそんな高くない、本当。でもなんかあれだよね、なんか大きさによってみたいな、大きさ何種類かあるんだよね。ポルノグラフィティ、イエーイ、ポルノー会いに行くよ。ホットプレ、あ、ブルーノって入れたらブルーノマーズが出てきた。ブルーノホットプレート、これだ。そう、この四角いのと、え、全然そんな高くなかった、そんな高さ、3万円とかより、全然四角いので1万5000円とかだった、8000円。丸いのもあるよ、オーバル型、四角いのと、え、オーバルの方が高い、1万8000円だ。え、でもなんか違う、あ、2万円のもあるよ、なんか形が違うのもあるよ。ポケモンコンパクト、え、ポケモンがいいポケモンがいい、黄色だ。え、これめっちゃ可愛いじゃん、え、これめっちゃ可愛いじゃん、え、これめっちゃ可愛いじゃん、ポケモンの大判焼きが作れる、で普通ので、いや、もうある、たこ焼きもついてくる、え、めっちゃ3枚付きだ、3枚のプレート付きのさ、みんな調べて調べてみんな調べて早く、ポケモンコンパクトホットプレートイエローだよ。え、これめっちゃいいじゃん、ポケモンの大判焼きとたこ焼きと、あの、その焼きそばとかさ、そういうのできるやつ。え、みんな調べて、可愛くない？え、これブルーノね、ブルーノコラボなのかな。17,600円、お年玉で買うか、お年玉で
お年玉でホットプレート、ポケモンのホットプレート買うの可愛いね。あ、10周年限定カラーもあるよ、ブルーの。え、でも9800円とか、え、なんかなんこんなこんな値段違うの？なんか思った。でもホットプレート買うならブルーのみたいなのもあるよね。だって私のずっと見てたあの料理系の YouTuber さんもあのあれだったもんな。ブルーノのホットプレートいいよみたいな言ってたもんな。ね、ね、かわいいよね、かわいいよね、めっちゃいいでしょ、めっちゃめっちゃね、めっちゃ普通にめちゃかわめちゃかわいいな、ブルーノ。あ、焼肉でも焼肉プレートついてるのもいいね、いいねとか言って。でもこんなでかいの、あ、でもなんかまたなんかちょいちょいなんかデザインがさ、デザイン違うのが出てくるんだね、多分なんとか 特典みたいな。あ、ムーミンコラボだ。あ、だからいろんなキャラクター、え、じゃあ直にちいかわも出るのでは、期待して待つ。え、だってちいかわだよ。ちいかわだよ、あのちいかわだよ。え、スヌーピーもあるよ、スヌーピーおじさん、スヌーピーおじさん、スヌーピーのあれあるじゃん。え、いろんなキャラクターが、いや、ちいかわも出るな、これ。いや、ちいかわ出るまで、いや、待つか。え、ムーミン欲しい。だって、え、ムーミンめっちゃ可愛かったよ、ムーミンがあの持ち手だった。ブルーのコンパクトホットプレート一覧、いいね。でもいろんな色あんだね、そのキャラクターのじゃなくてもさ、いろんな色の、いろんなその空張り豊富でとっても可愛いです。いや、そう、ちいかわもはや何とコラボしても驚かないので可能性ありすぎる。いや、本当にね、本当に、いや、期待して待とう。いや、でもムーミンとポケモンは芸歴が違うか。キャラクターのやつ芸歴っていう人初めて見た。芸歴ちいかわとポケモンムーミンじゃな、芸歴が。あ、キティちゃんもあるよ。いや、キティちゃんも芸歴長いよ。いや、でも期待だね、期待だね。あ、お仕事の休憩中に失礼します。だって、お疲れ様。うわ、かわいい、ブルーの。いや、そう、でもこのホットプレートマジで絶対1回2回ぐらいしか絶対使ってないんだよな。でもホットプレートってマジ使うと楽しいんだよね。え、待って、象印だったんだけど。待って、めっちゃいいじゃん。めちゃめちゃいいじゃん。で、大きさは枕ぐらい、まあ、ホットプレートって言ったら大体こんぐらいか。え、象印なんだけど、いや、意外といいな。あ、家にブルーのあるけど1回だけ使って眠ってる。だって、でもそうだよね、ホットプレートってさ、そのなんか、え、なんか買おうみたいな時だけさ、あの嬉しくて使ってさ、それ以降使わないみたいな感じだよね。え、これ高く売れるんとちゃうか、綺麗にこう拭いてさってしたら高く売れるんとちゃうか。いや、でもこれ売る、いや、でもこのちょうどいい箱に、いや、梱包が大変だよね。いや、無理か。いや、そう、いや、象印は一流。え、ね、セカンドストリートってさ、何持ってってくれるの、セカンドストリートって。それもあれ、買い取ってくれる方、消去する。オッケー。なんだっけ、象印。いや、象印は強いよ、象印。ホットプレート。あ、セカンドストリート安いからまだメルカリの方が。本当？似てるのあるか。え、これじゃない？あ、違うわ。うん。1万円。え、でも意外と、だから、
で、これ5000円とかでさ出品したらさ、5000、いやでもホットプレ、え、これ5000円とかめっちゃ安いか、6000円、あ違う、なんかメルカリで、メルカリでちょっと相場を見てみようよ。送料やばそう。うわーそれなー、あっち負担にしちゃおうかな。メルカ、違う違う、象印、ホットプレート、みんなどれぐらい、あでも5000円だ、あでも1万円とかで出してる人もいる。5000円、あプレートだけ出してる人もいる。プレートっていうか鉄板オンリーの人もいるわ。あとコードオンリーとか。なるほどね、あそういうことか、そういうこともできるんだよねメルカリって。いやでもそうだよね、つまりそういうことだよな、すげえ。でも箱がねえからな、諦めるか、それかもバラバラで売るか。いや箱がないからな。でもこれでも捨てるってなったらさ、捨てるってなったら、いやでも捨てるってなったら、でもこれ普通人のゴミの日っていうか、あれとして出していいの、あの なんだっけ、出てこないわ。あそうそう、粗大ゴミ的な、粗大ゴミ的なやつ。難しい、なんで、いやゴミ処分するのにさお金取るのやめてよって思うよね。そこに税金使えないってね、そんなのね。あ自治体によるのか、かそういうことか、すべては自治体の、そういうことか。いや頑張ろう、今日は金曜日、頑張るぞ。あ住んでる区の、あ自治体、あだから調べるか、ソールドアウト、7000円はすごいな。あ税金を使ってあの値段で住んでるの、あそうかそうかそうか、ありがたいね。粗大ゴミ回収でいいのか、粗大ゴミ、粗大ゴミの出し方、あーすごい、あーなんかそう、あーこういうのがあるんだ、すごいね。粗大ゴミなんとかセンターみたいな申し込み、あえ取りに来てくれるの、取りに来てくれんだ。ああ、いや取りに来て、ん？自分で行くのか。はあ。すごい、仏壇を粗大ゴミにしたいとか出てくる。仏壇。あ自分で行くと、でも運ぶのが大変だよね。だから結局うわだから車持ってる人ってめっちゃいいよな。だからあだからスーツケースに入れて持って行ったりみたいな。ほっほーんほっほーん、なるほど、面白いね粗大ゴミ。オッケー理解した、寝る。いやもうちょっといろ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 といろいろといろいろとやってから寝ます。あ粗大ゴミシールを自治体から買ってそれを貼り付けておけば捨てられるって、あだからゴミの、あじゃあ何曜日みたいな感じで決まってて、そのシールを貼って置いておくとゴミの人が収集してくれるよみたいなことか、すごい。今日久しぶりにさ、ごめん全然話変わるんだけど、久しぶりに今日ウインナーコーヒー飲んだんだけど、ウインナーコーヒーって美味しいね。ウインナーコーヒーめちゃめちゃ美味しくてびっくりしちゃった。ランキング読むわ、おやすみみんな。ランキング
これですね。あ、13位のんたさん、ありがとう。12位ピースさん、ありがとう。11位クロスゾキさん、ありがとう。10位カカシさん、ありがとう。9位オーケーさん、ありがとう。8位さゆちゃん、ありがとう。7位キューちゃん、ありがとう。6位わかちゃん、ありがとう。5位かいくん、ありがとう。4位がやまちゃん、ありがとう。3位わたもちさん、ありがとう。2位がひでちゃん、ありがとう。そして1位がミスター社交辞令さんです。ありがとう。ありがとう。みんなありがとう。そう、クリーム乗ってるやつです。とっても幸せな気持ちに。おやす、みんなおやすみ。今日はちいかわの放送日だね。ワクワク、ね、ちゃんと寝てください皆さん。今日お仕事の方は頑張ってください。私も秋葉のヨドバシに頑張ってお買い物に行きたいと思います頑張り具合が雲泥の差ですけど、私も頑張って今日も生きていきたいと思います。じゃあみんなおやすみ、またね、バイバーイ